しょうこです。今日おソースがありましたね。今日はね、ちょっと、はい、復活しようかなと。何も元気になってもらいたいから、はい、今日はですね、ハイダさんといえばやっぱりあのイラストじゃないですか。はい、あのっていう人も多いと思うんですよ、うん、やっぱ伝説の。そうね、なんかいつの間にかさ、はい、一人歩きしちゃっててさそうなんですね、うん、こんなに書くことになったりとかすると思わなかったんだけど、はい、結構みんなに似顔絵描いてって言っていただいたりとか。ダリ展のね、ダリ展で、はいはい、いろんなダリさんのいろんな絵が飾ってる中で、はい、一番最後に私が描いたダリが飾られたりとか。あのダリですか？ダリ。そうそう、そういうことがあったりとかさ、なんかとってもなんか不思議だね。うん、そうですね、うん。発想なんですけど、もうそろそろ年末で年も変わるじゃないですか。うん、はい。なんで来年の干支のうさぎをちょっとテーマに。あ、わかりました。うさぎはもう、はい、子供の頃から描いてます。あ、はい。じゃあもう自信はあるという。そうですね。うん。僕からちょっとお題を指定させていただいてもいいですか？はいはい、もちろん。じゃあ一つ目が、はい、サーフィンするウサギ。なるほどなるほどねそうか、じゃあサーフィンは一応わかりますか？なんとなく。うん、あれでしょ、波の上のね。そうですそうです、そうです。なんでサーフィン？僕がサーフィン好きで、なんならちょっと年賀状とかもうそろそろ気になる季節だなサーフィンっぽい、サーファーっていうの？そうそうそう、ぽいぽい。あ、本当ですか？あ、そこですか？うん、せっかくなんで、ちょっとなんか年賀状とかに、え、使うってこと？場合によってですよ。いや、もう書いたからには使ってもらいたいけど。なんでサーフィンするの？今年もよろしくまで書く？いや、大丈夫です。もうイラストだけで、もうお任せします。でも。いいの？いいです、いいです。年賀状のために。いや、全然イラストだけで。イラストだけでいいの？はい。そんな遠慮しなくたっていいの？はい。サーフィンね。はい。そうだよ、もうウサギ年だもんね。そうですね。まあ、サーフィンは描いたことないな。結構乗れるの？そうっすね、人並みぐらいは。すごい。すごい上手になってマジっすか？うん、確かにね、先ほどもなんかね、いっぱいその福岡とかでも絵描いたりとかしてると。あら、お願いします。小さいっすねこれ年賀状使ってね。小さいっすね、うん、でもうちょっと繊細に描きたかったっすね。うまいよね。そうですね、かわいいっすね。いや、でもめっちゃいいですね。いいよね。いいです、いいです。かわいいですね。これ使えるよね。使えます。もうもう一個いいですか？じゃあ、うん、いいよ。今サッカー盛り上がってるじゃないですか。うん、サッカーするウサギ。そうか。小さいですね。
人数足さなきゃいけないから、いやもう大変ありがたいんですけど、うん、素朴な、ちょっと前から気になってたんですけど、うん、でっかく書けないんですか？どうしてもな、あれやっぱり、うん、なんか小さい方が、うまく書けない、3万にならないじゃん、はいはい、この範囲でなんていうのかな、バランスが取りやすい、はい、小さい方が、はい、だから小さく書こう、大きく書くとあんまりうまくない。発見ですね、楽しい、うん、だから小さく繊細に書いた方がなんかいい絵が描ける。ちなみにその例えばでは、うん、そのさっきの1個目のやつを、うん、大きく書いてくださいって言ったらまたちょっと違う風になっちゃうんですか？多分なっちゃうと思うし、なんか良さが出ない。ちょっと試しにちょっとやってもらうことでいいですか？本当に1個目、うん、サーフィン、サーフィンの方、はい、サーフィン、ちょっと大きめバージョンでもらうと、ちっちゃい方めっちゃ可愛くてなんかいいですよね、上手です、うん、そうでしょ、ちっちゃい方結構人気あるからさ、大きいって言っても、できました、うん、見せてもらって、実際ちっちゃくないですか、さっきから。ちっちゃい、ちっちゃくないですか？大きいけど、なんか僕の大きいのイメージが今その画用紙いっぱいにいくのかなっていう。でもさっきのよりだいぶ大きく聞こえたけど、まあそうですね、うん、さっきのよりは確かになんかさっきの方がなんかバランスがいいような気がします。そうでしょ、しかもちょっとなんかさ、はい、さっきの方は楽しそうじゃない？はい、なるほどね、確かに、そっか、わかります。さっきのさ、はい、さっきの絵はさ、これなのよ、はい、ほら、楽しそうじゃない、こっちの、はい、小さいですけどね、でも楽しそうな感じはブレちゃう、笑ってブレちゃう。はい、確かにおっしゃる通りでした。そうでしょ、はい、それね、だいたいみんなね、はい、見てくれさ。そうですね、なんか若干なんか細い方が、うん、丁寧に描かれてるなって感じが、ちっちゃい方が、はい、繊細、はい、繊細なところがやっぱりさ、はい、人の心に伝わるから、はい、こうやって動きがあるでしょ、なんか、そうですね、みんながこうほらボールに向かってる感じがさ、やっぱ出るじゃない、はい、わかりました。やっぱ今後もやっぱりちっちゃい方がってことですよね、うん、そうだね、うん、そこを描いちゃうと、はい、やっぱり何もやっぱちっちゃく描いたし、あ、そうなんですね、うん、じゃあダリ流でいきましょうか、うん、そう、はい、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。